すいません、いつも同じようなね、動画ばっかり撮ってしまって。でもね、これも本当にお伝えしたくて、見てください、もうこの可愛い子。こんな格好してね、遠くから見てるわけなんですよ。もうね、誘うように、もう私ね、ついつい無意識のうちにね、ベルさんの近くに来てしまうっていう。こんな可愛い子ちゃんがもう、ベルさん。あなたは、本当にね、こんな格好して、あら、綺麗ですね。ベルさん、あなた綺麗ですね。とっても綺麗なのでね、これをあげましょう。でねー、クマです。クマです。クマをあげましょう。どうぞ、ベルさん。こんなに可愛いですけどね、クマと遊んでるときはね、怖い顔するんだよね。まあ、美人さんだな。ベルさん、美人って言うけど、それ、人って人だから、美犬って言うんでしょうね。美犬さんだな。ちょっと待って、なんか食べてるね、あんた。ちょっと、ベルさん、ちょっと、何食べてんの？ちょっと、ゴミですね。ゴミじゃないな。これです。床のね、破片を食べてました。あ、ここについてたんだね。ごめんね、ベルさん。どうぞ、召し上がれ。はい、どうぞ。あらあらあら、クマさんどうしたの？ベルさん、あ、クマさんここにあるよ。見失った？はい、どうぞ。はい、どうぞ、クマさんです。貢ぎ物です。 あ、かわいい。あ、ベルさん何やってもかわいいな。すいません、もう僕のなんかこういう いや、もうね、もう毎日同じことしてるんだよね、ベル。でも、いいよね。いいもんね。かわいいもんね、ベル。何してんの？ベルのお布団噛んでんの？ああ、そうですか。ああ、もう、かわいいな。この鼻息がまたいいんですよね。ちょっとね、ベルさんさっき寝ててね、まだ多分眠たいと思うんですよ。半分寝ぼけながらやってんじゃないかな。ありがとうございました。ベルさんありがとうね。また後で来るからね。ではしばしの別れを。